明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴン7回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するドラゴンズの先発は溝上、以上の両先発、まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、ドラゴンズの攻撃、トップバッターはブラキ、打ちました、引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター大島、投げました、速球ストライク、インローへ投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ、縦のスライダー、空振り三振、斉藤ナイスピッチング、バッターボックスはエドガー、投げました、見送ってストライク、第2球投げました、打ちました、センターへ持っていった、これはヒットになります。エドガーヒットを放ちました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球はストライク、いきなり154キロ、追い込んで投げた、ボール、カウント1ボール2ストライク、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイング。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは平田、投げた、初球決まってストライク、第2球投げた、ストライク、追い込んでから投げた、ストライク、空振り三振、最後は146キロストレート、投げた、インコース低めいっぱい、ストライク、投げた、見送ってストライク、第3球は外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、打ちました、これはピッチャー真正面、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッター高橋、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、まずは初球決めてきました、投げました、打ちました、切れていきます、ファール、追い込んで投げました、一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、見逃し三振、最後は見逃し。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターボックスはドノウエ、投げました、カットボール見送ってストライク、投げた、ストレートはボール、わずかに外れました、カウントワンボールワンストライク、打ちました、セカンド左、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。変化球ストライク、アウトローへ投げた、直球ストライク、外角高め、軽く追い込んでまいりました、投げた、空振り三振、斉藤3球で仕留めてみせました。バッターはフランシスコ、第1打席はショートフライに倒れています。見送ってストライク、いきなり151キロ、第2球投げた、決まった、ストライク、少し迷ったか、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、ボール、カウントは2ボール2ストライク、投げた、打った、西岡バックしていった、ヒット、
フランシスコヒットを放ちました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッター大島、今日の第一打席はスイングアウト、タッチはセーフ。第9球投げました、初球見送ってストライク、いきなり154キロ。第3球は低めの変化球、ボール、カウントは155キロ直球、空振り三振。バッターボックスは斉藤。第9球初球から打ってった、レフトへの当たり、ヒット。斉藤一塁蹴って二塁へ、斉藤ツーベース。さあ、ツーアウトから先制、試合はこれから中盤4回に入ります。先ほどヒットを放っているエドガー、直球見送ってストライク、伸びのあるストレート投げました、低めボール球打った、川島掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはクラーク、現在の打率は2割3分5厘。第2球、2球目はストライク、バッター追い込まれました、投げました、1球外してボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、打った、1塁線。畠山ボールを掴んだ、自分でベースを踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。投げました、初球はストライク。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げた、インロー、空振り三振。斉藤中軸、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター、ビーン、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げた、打って、これは平凡な当たり、ライト方向へ持っていきましたが、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは高橋、これが2度目のバッターボックス。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。斉藤、まずは簡単に追い込んでいます、三振。斉藤ナイスピッチング。バッターは堂上、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストレート、空振り、直球決まってストライク、もう追い込んでいます。投げた、1つ外したボール、これは完全なボール球、カウント1ボール2ストライク。縦のスライダー、空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。5回の表が終わって、先ほどツーベースを放っている斉藤、第9球投げました、打ちました、初球打ち、サード左への打球、アウト、スリーアウトチェンジ。溝上3人でピシャリと抑えています。前半が終わりまして2対0、スワローズ現在2点をリードしています。第2球投げました、打ちました、モテモテのファーストゴロ、一塁送球、斉藤取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターフランシスコ投げました、取りました、これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは大島、ここまで2打席連続三振。初球空振りから投げました、ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、低め、空振り三振。最後は空振り。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターボックスはエドガー、今日3打席目、初球決まってストライク、初球ストライクから投げました、ストライク、胸元厳しいボール、ポンポンと追い込んできました、投げた、打ちました、センターへのフライだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはクラーク、今日は三振とファーストゴロ、投げた、ストライク、インコース厳しいボール、いきなり150キロ、投げた、インコース低め、ストライク、追い込んでから第3球を投げた、外角低め、外れてボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッター平田、ここまで2打席連続三振。第9球投げた、初球に送ってストライク、初球まずは入れてきました、投げました、ストレートはボール、これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライクです。ツーシーム見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、空振り三振、バッターアウト、ボール球で仕留めました。満員の神宮球場、盛り上がる。そのバッターはピッチャー斉藤。第9球アウトロー、外れてボール、サードランナーちらってみた、投げました、打ちました、いい当たり、ショート右、抜けるか、抜けた、ボールは中継、スワローズさらに1点追加。これからドラゴンズの攻撃に入ります。
バッターボックスは B。 今日はピッチャーゴロとライトフライ。第2球レフト投げました、打ちました、三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは高橋、現在の打率は2割3分9厘。第2球2球目はストライク、投球はこれから3球目、打ちました、これはスタンドに入ります、ファールボール。第4球は変化球、空振り三振。バッター堂上、今日はセカンドゴロと三振。投げました、外角高めいっぱい、ストライク。投げました、空振り。追い込んで第3球を投げた、低めボール。カウントワンボールツーストライク。投げた、高めボール球打った、左中間のフライ、ヒットになります。堂上ヒットを放ちました、初安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターはランドルフ。アウトコース高め、ストライク。投げた、インコース低め、ストライク。バッター追い込まれました、低め、空振り三振。8回いよいよ最終回を迎えました。今日ヒットを放っているフランシスコ、現在の打率は2割4分7厘。ストレートで振ってストライク、早くも追い込みました。内角ボール球打った、グラブ弾いた、セカンドのエラーが記録されます。ピンチヒッター沢山。第9球縦のスライダー見送ってストライク、一塁へ牽制球を送ります、タッチセーフ。1球目ストライクから投げた、打ちました、一二塁間へ抜けた、沢山ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。チャンスをものにできるか。第2球投げた、カットボールはボール、カウントワンボールワンストライク。第4球を投げた、低め、空振り三振。今日2三振のクラーク。第9球アウトコース高め、ストライク。いきなり150キロ、これは見送ってボール。カットボールはストライク、追い込んでから空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました、投げました、初球はストライク。さあ次の投球投げました、渾身のストレート空振り。さあ縦のスライダー空振り三振。斉藤ゲームセット、斉藤見事な完封勝利、見事ドラゴンズを下しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが。